育児にか取り掛かってもらったわけで、専念してもらったわけですね。だからおっぱいやって寝て起きてっていうだけでいいよっていうんで、うん、はい、洗濯、掃除、買い物、料理、うん、だから1ヶ月伊藤さんは外出ないっすって僕が、うん、まあいろいろ走りをやっていたって。様子的に、はい、そのそうしていいって言われたんで、はい、よっしゃーって感じで、はい、外出ないで休む方がいいらしいよみたいな、はい、まあ、そういうことはされれば、はい、よしっていうか、こっちもまあ自由業ですから時間が効くわけですよね。うん、まあ、その今僕がその1ヶ月ちゃ一応やれることやったって言いましたけど、はい、それですら不満が来ましたから、はい、まあ、親であれなんか友人であれでいいんだけど、なんか第三者を常に介在させるような状況に自分たちを置くっていうのはちょっと一つの方法かな、セーフティーネットかなっていう